ズルツバッフハームマインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に、属死市町。シュペッサルトの生誕にあたり、マイン側とズルツバッフハ側に面している。アシャフフェンブルクから南に7キロメートルの位置にある。この町は、公式には3つの地区からなる。いずれも小集落や、孤立農場ではなく、集落を形成している。新石器時代の出土品から、 ズルツバッハ渓谷には、紀元前3500年にはすでに人が定住していたことがわかる。増電地区とエーバースバッハの間にある城山の環状壁は、ローマ時代には避難用城塞として用いられていたもので、中世初期には城壁として利用された。ローマ時代には、マイン川対岸のオーデンバルトに築かれたリーメスト川自体が、ローマ帝国とゲルマンの国境であった。 その後、カッテン族、アラマン族、ブルグント族、フランク族が、ズルツバッハ渓谷に定住した。おそらく、カール・マルテルの時代にズルツバッハの存益に、後の30年戦争で滅ぼされたルーヒエルンハイムの存落が築かれた。カロリング町には、ズルツバッハ側やライダースバッハ川沿いに、ズルツバッハ、エーバースバッハ、ライダースバッハ、 ロースバッハといった集落が形成されていった。現在の増田地区もカロリング上高期に建設されたと推定されている。ズルツバッハと増田はアシャフフェンブルクの聖ペーター・アレクサンダー、教会参事会の下部組織にあたるルーヒエルンハイム司祭区の管轄下にあった。ズルツバッハの最初の文献記録はローマ教皇ルーキウス3世の文書でカートム・イン・サルザバをアシャフフェンブルクの 教会財産として挙げている。13世紀中頃から、ズルツバッハは、ゼンティナースキャフィンバーグ、すなわちチェントアシャフフェンブルクに属し、15世紀には、ェントフォルムシュペッサルトに移管された。1803年の帝国代表社会議主要決議までズルツバッハは、マインツ大使教領に属し、その後新しく創設された、アシャフ,フェンブルク公領となり、 1810年から1813年までは、フランケン大公領に編入された。この公領は、ナポレオン戦争終結後の1814年のウィーン会議によって、ビュルツブルグ大公領と共に、バイエルン王国の一部となり、これ以後バイエルンに属している。シュペッサルト地方の他の村と同じく、マインツの相続によって高地が分断されていたことが18世紀から19世紀に、 かけてのズルツバッハの経済的生活環境悪化の原因となった。アシャフフェンブルクに工業が起こり、1876年にアシャフフェンブルク・ミルテンベルク間の鉄道が開通して、初めて状況は改善されていった。独立した自治体であったドルナウとゾーデンが1971年及び1972年の7月1日にそれぞれ合併し、 1973年5月15日に市場庁に昇格した。ズルツバッフは特にライター製造で知られていた。かつてヨーロッパ最大のライターメーカーであったアイボロ社はズルツバッフに工場を持ち300人を超える従業員がいた。現在この工場は廃墟となっている。元の所有者であるユダヤ人がイギリスに渡って やはりライターの会社を起こした後、この会社はヘルマンツァーンによって再興された。この会社は拡大し、従業員も増えていった。しかし、日本製の安価なライターによって1985年に倒産し、新しい所有者にこの会社を売却した。徐々に生産を回復していったが、外国の販売会社との競合で、やはり倒産し、2000年に残っていた従業員を解雇した。 その後北ドイツの会社が在庫品を世界中で販売した。ズルツバフ派の住民の多くは繊維関連企業で働いていた。一般的に見てこの分野で現在も生き残っている企業はわずかである。飲料メーカーの増ンターラーは1950年に創業された。1999年からはコカ・コーラグループ参加に入り、現在もズルツバフ派の増ン地区で生産を。 行っている。ズルツバッハのメーベルケンプは小企業から全国的に有名な家具販売企業に躍進した。しかしヘッセンへの交通が不便なことから、経営陣はアシャフフェンブルクへの移転を決めた。現在は子会社が工業地区で家具と日用品の小売業を営業している。2018年3月4日にズルツバッハの住民は新しい町長を選出した。 キリスト教社会同盟の候補者マルティン・シュトックが86.09%の票を獲得して当選した。ズルツバフ・ハームマインの町議会は町長を除いて20人の議員からなる。ズルツバフ派の紋章は赤字に斜めに交差する塩採掘用の隙が描かれている。これはズルツバフ派や増田の地名の由来にもなった歴史的な塩の生産を表現している。 向かって、左側のマインツの輪は1803年まで、領主であった、マインツ大司教を表し、向かって、右側の図形化された百合は、マインツ選定法に使える、貴族家ズルツバッフ派家の紋章に由来する。中央上部の3つの赤い三角図形がある小建ては12世紀から15世紀まで、ズルツバッフ派の荘園領主であった、エップシュタイン家の紋章である。 マウンテンバイクマウンテンバイククラブ26ツォル、ズルツバフハイブイは1993年に創設された。毎月公開ツーリングや年に一度申し込み制の MTB クロスカントリーツアーを開催している。ハンドボールラインマイン B 年は、この町初の女子ハンドボールブンデスリーガでプレーするチームである。このチームは、わずか4年で連合リーグからブンデスリーガへの昇格を果たし、 2007、8年のシーズンからこのリーグでプレーしている。この他に2つの男子ハンドボールチーム、別の女子ハンドボールチーム、およびいくつかのジュニアチームがある。サッカー2つのサッカークラブチーム、SV スルツバフ派と TSV 増電がある。サイクルフィギュアこの町にある、もう一つの全国的に有名なクラブが、サイクルフィギュアの RA、アドラー増電である。男子チーム、 女子チームともにドイツチャンピオン、ヨーロッパチャンピオン、世界チャンピオンを輩出している。ありがとうございます。